坪井のツボですはい、ということで、えー、ね、この国はどうなるんだろうかということはね、はい、えー、いろんなところからこう見て検証していかなくてはならないということですけれども、えー、こちらの方は腰痛バスターさんからいただいておりますけれども、安城の方ですが、 仙台原発再稼働に対して市議会が同意をしましたというお便りです。はい、国の責任をしきりに主張しておりますが議会として態度を明らかにする以上国と同等の責任があると思いますと。 いうことでえー、稼働した場合に予想されるさまざまな問題に対してどのような対策を立てるのか有事の際の被害に対してどのような責任を取るつもりなのか誰が責任を取るのか議会なのか市長なのか市民の安全を守,守るといった絶対条件をどこまで考えているのか2度目は許されないですよと、まあ、こういうことですね、えー、国ががやろうこれ私がね。 あ仙台市の,あの議員であるならばですね賛成、はい、と挙げた時はですね今のような指摘も来るやないですか、はいね、あなたはど,どういう責任といいや賛成というのは国の進めていこうとするこの政策に議会としては反対か賛成かということがしたら賛成だと思います国のやろうとしていることに賛成でございますと、うんうんはいう。 という意味合いですか？わ、うんね、<laughs> かりませんけ、うん、えー、我が後悔する中ーネームさん、原発の再稼働には賛否が分かれると思いますが、仙台市民は、えー、賛成の方が多いということなんでしょうか？この問題は議会で決めるのではなく、市民投票が必要だと私は思います。正確に薩摩仙台市、ね、あそで、ねはい。はいはい。東北の方と音で聞くとね。仙台がね、はい。はいはい。ね。はい ラジオの原発いいらないさんですひとたび事故が起これば地球的規模で放射能汚染が広がるような原子力発電について市議会で決めちゃっていいのかなと地元の同意が必要っていう条件が再稼働にはあるんですけれども今回だからその地元ってどこからどこまでが地元なんだっていう問題も。うんうん 浮上してますよねそのことも後でまた出てきます、うん、畳さんからもねまあ、再稼働まあ巧妙なのは周辺自治体の許可は求めてないということです何かあった場合の被害は、えー、薩摩仙台市だけでは済みません利害も絡みますから本当の地元だけで賛,賛否を問えば再稼働に、えー、許可も 出るでしょうとそれから周辺自治体の許可も必要となれば再稼働はほぼ無理ですから巧妙にできてますねということですね、まあ、この間の、うん、東北の方の被害なんか見ててもわかると思いますけれども、はい、原発というのは ちょうど貯、ま、蓄、あ、とかなんかで言うならばハイリスクハイリターンのもんですもんね。はいえー、あれがあることによってやっぱり税収の問題とかなんかで地元はものすごくやっぱりね潤いますよ。雇用の問題もあるしそれから周りの,あの人の動きからしてお店なんかもね、うん、そこで働く人たちの、うん、購買の活動みたいなものでわっ、えー、と地元は絶対潤いますもん。な、うん、なくなったらもう 火の消えたような経済状態ですよ。原発のあるとこってね。はいうん、だけども、なんでそんな、受け取るか、その、はい、リターンもいいけど、はい、リスクも合わせてお願いしますよ、ということで、今、まあ、地元の人は考えて、あ、はあ、そうやなんだ、オッケーしようということで、あの、はい、リターンの方をね、まず最初入ってきますからね、オッケーするんでしょうけれども、ちょっと離れたところは、 そうここに原発があるからといって、ここの経済が活性するわけでもなく、うん、経済はあの辺の周りは潤うけれども、周りはですね、あの、ハイリスクばっかりを負けて <laughs> リターンがないですよね、おそらく。はい、うん、遠く離れたところって、全然リターンがないじゃないかということで、絶対反対するので、やっぱり地元とピンポイントでやった方が、 作戦としてはオッケーだとと思います作戦としてはだけど、周りのだからリターンはないのに、うん、リスクばっかり背負い込む自治体としては,はどうやってこの原発を扱っていくのかっていうせめてそこをちょっとこう意見させてくれよって、はい、なるべくリスクをじゃ少なくするために口出しさせてくれよって言いたくなりますよね。で、はい、でもでも 違うってて言われてるんでしょ、うん、<laughs> 一応まあ議会そこのね、うんうん、薩摩川内市としては、うん、まあこれは OK いたしましょうということじゃないですかね。うん、入りつく入りたん受け入れましょうと、まあ、こういうことやと思いますよ。 だから、そこはそうやって自分で決めたら、それはもう、リスクもリターンも受け入れてくれればいいですけど、決めたんだったらね、同意して、地元で一致とかって言いますけど、反対してる人いっぱいいたような気がしますけどね、ニュースなんか見てるとね。さっきの話、議会はそうだけど、市民はどうなんだっていう話でさらに枠、それこそその話し合いにすら参加できない30キロ圏内の別の自治体、市とかもあるわけでしょ。うん ねえだけど、30キロ圏内だって福島原発とかでいくと、もう被害的には相当大きいものだったわけじゃないですか。なんかあったときに、はい、それだけはもうあの、何も手を出さずに、受け止めろって言われてるようなもんでしょ、うんうん、だから今後ですね、はい、あのどっちの味方で喋ってるか、私もよう、うん、わけは分かりませんけれども、はい、原発を立地するときにはですね、うん あの福島のように見て、はい、あそこまで被害が及ぶんであれば、はい、あそこまでの被害の人たちにハイリスク、ハイリターンの条件を出すと、はい、今ちょっと離れると、もうハイリターンが、何もない、リスクばっかりの範囲があんだけあるわけですから、はい、あんなリスクを背負ったところにも、ハイリターンのことをやれば、ですね、はい、あの辺一体賛成の人が増えますよ。 まあだから、それも全部ひっくるめて、こう、どうやるんだって、じゃあ、地元にどうだけ落としてくれるんだとか、安全対策はどうするんだってこと、全員で、それが地元の同意を得なければいけないっていう条件なんだけれども、この地元っていうのの、じゃあ、規定が、範囲が、ちゃんと明確に記されて、どこにも記されてない。 養成区分のね一子、はい、なんてなりそこだけでガッとやってますからね、はいえー、しかしそ誰かが書いておりましたように地球規模的な汚染がもしのとお起こるのに一子、うん、だけでええんかいうのは、まあうん、さっきの方の意見かもわかります三河源人さんからもいただいております三河みどりさんからも、えー、さらにはあ以前お入りしたけど名前忘れたさんからも通の方でありますけども、えーまあ、ニュースからは避難計画の話が出てきませんが本当大 大丈夫でしょうか福島では一時避難を含め多くの人が地元を離れて、えー、周辺市町村だけでなく県外まで避難しています避難ルートも風向きによっては危険になることも 福島の教訓ですどこをもって100%対応これね安全性については国がうまくまとめてくれた対応は100%というようなことが伝わってきてますけどもどこを称してこれ100%なんでしょうかね、うん、来年度予算が補助金のあてがないと組めないという事情は分かりますが折り込み済みはもう、うん、これで反対したら入ってこうへんのですね。 おりますがとてんてんてんでしょうね、うん、はい。